よし、やるか。イワンコフ、クロコダイル、ジンベイなど名だたる囚人たちを巻き込んでインペルダウンを脱出したルフィは、海軍船を乗っ取り、エースの処刑が行われる海軍本部マリンフォードを目指した。一方、マリンフォードではエース奪還に現れるであろう白ひげ海賊団に備えてすでに大兵力が集結していた。エースは新世界に君臨する四皇の一角、白ひげ海賊団の2番隊隊長であり、白ひげエドワード・ニューゲートとは実の親子よりも固い絆で結ばれていたからだ。海戦に先立ち、海軍本部元帥戦国は海兵たちに戦争の意義を語り始め、その中でエースの驚くべき出自を明かす。エースの本当の父親はかつての海賊王ゴールディ・ロジャーだったのである。衝撃の事実に海兵たちがどよめく中、マリンフォード湾内に突如巨大な海賊船が浮かび上がる。大海賊時代開幕以来最大の戦いが今始まろうとしていた。湾内海底に影が。モビーディック号が来た。白ひげ。うららららららら、何十年ぶりだ、戦国。俺の愛する息子は無事なんだろうな。うらら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 ら、ちょっと待ってな、エース。おやじ！勢力で上回ろうが、勝つと鷹をくくるなよ。最後を迎えるのは我々かもしれんのだ。あの男は世界を滅ぼす力を持っているんだ。うらら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 ら。アイスエイジ。青キジ、若造が。久しぶりだな、白ひげ。なぜお前が白ひげをかばう。やっぱりこのおっさんが白ひげか。じゃあ手出すな。エースはこのおっさんを気に入ってんだ。小僧、その麦わら帽子、赤髪が昔かぶってたやつによく似てるな。おっさん、シャンクス知ってんのか。これ預かってんだ、シャンクスから。兄貴を助けに来たのか。そうだ。相手が誰だか分かってんだろうな。おめえごときじゃ命はねえぞ。うるせえ。おめえがそんなこと決めんな。俺は知ってんだぞ。お前海賊王になりてんだろ。海賊王になるのは俺だ。クソ生意気な。足引っ張りやがったら承知しねえぞ、放ったれ。俺は俺のやりてえようにやる。エースは俺が助ける。帰るよルフィ、なぜ来たんだ。俺は
弟だ。カエルテ、奴らを処刑台に近づけてはならん。海軍は何か企んでやがるに違えねえ。まずは軍艦を落として足場を固めとけ。海賊同士、手を組んで軍艦を潰さねえか。いいぜ、白ひげ。手を組んでやる。まるで白ひげと同格だ。大海賊キャプテンバギーの本気を封じろってんだから。麦わらのルフィを撃て。奴はエースと共に育った義兄弟であり、その血統は革命家ドラゴンの実の息子だ。あのドラゴンの、とりあえず俺は死んでも助けるぞ。望むの。あれを死なすんじゃねえぞ。了解。その調子だ。さらに軍艦を落とせ。軍艦まで生きてここへ来ると信じておった。
コック、てめえも七部会をやめる気か。黙れ。怒りゆえ何も耳に入らぬ。そなたよくもわらわの愛しき人の邪魔をしたな。生かしてはおかぬ。こんなに怒りを覚えたことはない。そなたを切り刻んで獣の餌にしてやる。クジャの覇気か。あ、ハンコック。はい。大軍の邪魔をしててめえが後でどうなるか分かってんのか。何をしようともわらわは許される。道を開けよ。お前は俺が始末する抑えた。一気に広場に攻め込むぞ。この合いか。前線の部隊を下げておけ。ルフィ、急いで兄を。本当の距離。鷹の目。止めた。世界一の斬撃を。三番隊隊長ダイヤモンドジョゼ。いきなりキングは取れねえだろうよい。あれは一番隊隊長不死鳥マルコ。隊長たちも出てきたぞ。止めろ。頼むぞ。放ったれが一気キャノン。道を開くぞ。作戦攻撃の準備だ。攻撃か。左遷。よ
射程範囲。私もやってみるかね。さあどうする。海賊だ。さあ次だ。どうだ。いいぞジョズ。俺も出る。こっちも一気に攻め込むしかねえ。ついてこい野郎ども。俺たち傘下の奴らも全員あんたには代用がある。白ひげ海賊団のためなら命もいらねえが。白ひげが刺された。こんな茶番劇やめちまえよ白ひげ。もう海軍と話はついてんだろ。お前にとってエースは特別なんだ。だから俺たちの首と引き換えにエースの命を買ったんだろ。おめえ仮にも親に刃物を突き立てるとはとんでもねえバカ息子だ。バカな息子をそれでも愛そう。ふざけんな。お前は俺たちの命を。エースだけが特別じゃねえ。
仲良くやんな。みんな俺の家族だぜ。俺が息子らの首を売っただと。海賊なら信じるものはてめえで決めろ。俺と共に来る者は命を捨ててついてこい。俺はなんてこと、海軍に騙されて。すまねえ、おやすすまねえ、エース。泣くことが報いることがよい。エースを助けるんだ、何としても。